バイク女子チャンネル。皆さんこんにちは、パルパルです。今回のバイク女子チャンネルは前回に引き続き北海道ツーリング2020第2弾、今回は苫小牧から富良野まで向かいます。それではスタート。でさ、お米のさ名前とかさ宣伝ってさダジャレが多いんだろうね。あー、なんか感動してきた自分で歌って自分で感動するっていう、すごい世話ないわ、何もいらない。うわー、もう道がすごい、30キロまっすぐなのかとかさ、ちょっと最初思ったけど、苫小牧で、いやー、この道ですよ、この道で30キロまっすぐ、ね、許す、許すってなんや。あー、気持ちいいな、ほんと晴れてきた、快晴で、風もね、ちょうど程よーく吹いてるんですよ、今日は。いやー、気持ちいいな、この気持ちよさはね、ちょっと関東じゃ味わえないね。どこが一番おすすめのツーリングスポットですかって言われたら北海道って答えるしかないなそうよね、トラックが抜いてくからね、どんどんどんだけ速いのみたいな。私超安全運転、しかもここ黄色だからね、黄色全然抜いてくっていうね。たださ、スピード出しちゃったら景色見れないしね、なるべくだったら綺麗な景色を拝みながら行きたいですよ。あと2キロ先、あと 1キロ先にさ、道の駅があるから行ってみようかな。アビラ D51 ステーション。幸せですね。これが幸せというやつだよ。いや。D51 って何かと思ったら、デゴイチのことだった。ソフトクリーム食べたのに、さらにこの牛乳を見つけたので飲んでみます。なんかね、牛乳もね美味しい、味が違うよ、まろやか。ついついのんびりしてたらまだ4時半ぐらいなんだけど、そこ暗くなってきて焦ってますついつい、よいしょ、ついついさ長居したくなるよね。あと2時間ぐらいあるんだよね、よく見たら。頑張っていかないと。もう寒いから中にウルトラライトダウンしちゃった。北海道でまた今年初めての高速ですよ。ドキドキ、道東道なんて、これに乗って途中まで行って、あとは富良野の方まで50キロぐらい下道なのかな。50キロ下道って長いよね北海道さ、怖いからさ、夜絶対真っ暗じゃない。だからさ、夜はあんまり走りたくないんですよ。なるべく日中に走りたいですね、特にバイクは。あー、ここ高いから怖い、ちょっと待って。あー、なんかでっかい虫がぶつかってきた。やばい、早速シールドが汚れてしまった。あー、ドキドキした。もうブッシャって言ったんだけど、ブッシャって。あ、鼻が凍る、鼻の中が、あー、鼻の中が凍りそう。あー、息ができない、寒いやばー。今ですね、シムカップンっていうところに着きまして、よいしょ、そこから61.9キロまっすぐ下道です。なんとかカップっていう地名多いよね。あ、めちゃ、あ、あ、かぐわしい、かぐわしい香りが、うんこだな。後ろの車が速いな、どんどん迫ってくる、ね、やだな、ほんと。富良野に着きました。めっちゃ雄大な景色で、ほんとすごいです。お届けできてるかわからないんですけど、
今ね、ほら、向こうがちょうど夕日が落ちるところで、すごい綺麗です。じゃあちょっと宿まで向かいます。はい、なんとか無事に日が落ちる前に到着しました。イエーイ。窓の外から十勝連峰っていうのかな、見えます。窓の外から、なんか違くない？え、ちょっと今ね結構疲れてて、窓の外、まあいいや。でね、ジンギスカン屋さんに電話したらね、一人でも行っていいって言ってたんで、今からジンギスカンを食べに行く。嬉しいめっちゃ嬉しい超お腹空いたんで行ってきます革パンで来たんですよ。これはねアルパインスターのブーツなんだけど、ライディング用で、であとちゃんとこのちゃんとこの胸部プロテクターもつけてます。